まあね、うちもいろいろ事情があるんでね、本当に、本当に事情があるんですよ。私も大変なんです。ね、ハゲはって、ハゲはいないよ、もう。どっか行った。おじいもいねえよ。いつもこうだよ、2人。ね、もうおじいだって7時半に終わってるんだよ。ね、パチンコだよ。2人ともこんな人間ばっかりだよ。ね。ねえ、たまちゃんと私だけだよな、まともなのはな。そうだよな。かわいそうなもんだよ。早く帰ってきてさ、猫の餌とか見ればいいんだよ。ねえ、何もしないよ、この男2人は。どうしようもない人たち。G は、G、今月13万入れてもらおう。たまの病院代もらって。なんか言ってたな、13万くれるってな、本当かどうか。言ってたな、ちくわちゃん。すんごーってね、パチンコを買って、女のケツなめに行くんですねって、赤信号ってね、ね、13万って、なんか言ってたは言ってたよ。年金で13万とか、ね、言ってたは言ってた、確かに。でも分かんないよ、あの人は。言ったこと分かんない。ね。G も責任感じないとって。本当だよね、ちくわちゃん。いちかちゃん、こんばんは。ナイスします。ありがとう。風船さん、こう、ありがとうございます。ありがとうね。だっちゃん、しんごは、父が好きだって。レオです。口だけなんだって。ね、どんこちゃん、私らの時代と違って、今動物もすぐ病院ね、行く時代になりました。そうだね、考えてみるとね、昔はそうね、なかったもんね、そういうのね。ほんと、もしかしてまたおじいがエビをくれてよ、くれてよ、くれてよ、嘘じゃないよ。エビとホタテくれてるよ、隠して。おじいがエビとホタテよって。よしえさんのリスナーさんたち、にゃんこを飼ってる人も、よしえさんだけじゃなく、たまちゃんにも優しい。じじいはいつもエビをやっている。帰ってきたんべ。帰ってきたんべ。ひどい、ダメだって。だからはあはあしてんのか。そう、心不全になるって、エビとホタテくれると言ってたよ。よしえさんが怒って逆ギレ。じじあいやたま、ここにいるよ、寒くて。エビとホタテくんない方がいいってよ、心不全になるから。嘘じゃないから。高いからだよせよ、いじるなよ。寒くてここに来たんだから。いじるなよ。かわいそうだから。エビ好きだもんな、お前。エビ好きでも心不全になるんって言ってるんだよ、みんな。嘘じゃねえで。エビとホタテ毎日くれてるよね。だってそれで育ったんだよ、お前。それで育ったってよ。ね。エビダメだよ。ね。好きでもダメだって。そうでしょ。泣いたでしょ、来たら。嫌だって。ね。行けば泣かないよ、ほら。嫌な人間が来ると泣くんだよ。ね。それが原因か。はあはあしてるよって。たまちゃん死んだら困るでしょって。今夜は明日の朝に立つから。じゃあまとめといた方がいいんじゃない？いや、
まとめた方がいいと思うよ。あんたどれ出すか分かんないでしょ。いいから俺は俺でやる。ああ、やった方がいいね。あれ、季節のやつもあれ入れちゃうから。やった方がいいね。分かった。明日やった方がいいよ。明日やね、今日やった方がいいよ。水槽なんか別にいいんじゃない、明日やれば。この辺のゴミをまとめといた方がいいんじゃない、そう思うけど。足が臭いよ、あんた来たら足臭い、エレ臭い、やだやだ、靴下が臭いんだよ。あー気持ち悪い、たまちゃん、かわいいってね。臭いっての。足が臭い。臭い。野原ひろし。じいちゃんが帰ってきても、椅子から、ね、動かないよ。大丈夫かっての。大丈夫。嫌なんだよ。嫌な。来たら泣いたでしょ。嫌な。いじられるのが嫌な。たまちゃん。かわいそう。いじっちゃダメ。ね。ハゲもくせえな。やむちゃん。かわいそうだ。毎日あげて、お願いってね。うんこの。おせ臭くねえよ、悪いけど、臭くなるほど元気がねえ。人間ね、丈夫な人は臭くなるけど、弱い人は臭くはならねえんだよ。わかる？ね、病人になるとね、もうね、本当にね、力がねえから、臭くならねえんだよ。私、臭くねえで。いやだね、さやさん、いやだねってね、そうにいちゃん、笑いが止まらんってね、りえちゃん、笑い止まらん。だって臭くないよ。悪いけどさ、丈夫な人はさ、臭くなるけど、ね、あれだよ、弱い人は臭くなんないよ。だって臭くなる勢いがあれば、ぐいぐい歩って仕事できるよ。ね、仕事もできねえで、杖ついて歩ってるのに、臭くねえよ、全然。本当に。丈夫な人間は臭いよ。ね、働いて、汗水垂らして。ね、そう。本当だよ。ゆずかちゃん、ゆせいさん、お茶飲ませて。で、ハゲ、口が臭い。本当だよ。13枚。よし。信号渡れないから、この家一番くせえのは、あれがいて、あれがいて、おかしくて、匂いにも笑いが止まらない。笑いの何事、笑うってね。相変わらず最低なばあさんだって。
はい、ビッグさん笑う。リアちゃんどうしました。はい、どうレシアさん、ヨシエさんってね、下ネタ下品なネタが大好きって笑って、免疫上げてけってね。バンちゃん死のに行くさいって言ってたね。ヨシエさん笑うってね。山田さん、ヨシエさんの笑いにつられるってね。ありがとう、ありがとうね。アダモさん、その信号に声だめみたいに、おいずっと言われた。声だめ声だめって、臭くねえよ、私。くせよほど元気ねえよ。ね、臭いって今さ、バリバリ働いて汗水垂らす人が臭いんでしょ。ね、私臭くねえよ。じじ臭かった今。足が臭かった。匂いが。まだくせえよここ。じじいが来て、たまちゃん、たまちゃんね、マスクしてきたらね、たまちゃん臭かったんじゃない。じじいがどっかに出かけ行ったんべ、電気つけがってよね、買い物行ったんべ、じじいの野郎な。じじい買い物行くになんで電気つけとくんだよな。買い物帰ってきてからつけりゃいいじゃねえな。そう思わねえ。ストーブもあるし、もうわーっとしてってね。足の匂い臭かったよ。ほんとひでえもんだよこの匂い。嗅いだら嗅いだら食欲なくすよ、食欲なくす。たまちゃん暖かいんだ、かわいいってね。そう、寒くてこっち来たんだよ。よしえさんの方がまあ遠い、泣く、臭いよって。だってじじいだって風呂減ってねえど、行くんちも。俺より減ってねえど。あのじじいのがもっと減ってねえど。毎日減ってんな、慎吾だろ。信号減ってるよ、シャワーかけてね。あのじじいは私より減ってね。だから私は臭くねえよ。あっちの方は働いてんだよ。働いて減ってねえ方がくせえだめよ。違うかい、ね、違う。たまちゃん臭すぎてって、ありがとう。あらら、あいうえお七千さん、ありがとうございます。ありがとう。イルミネーション花火、ありがとうございます。あいうえお七千さん、いつもありがとう。お前がお前がお前が、アラブの石油を、ウィンドゥズ・ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンマサヨシ、イルミネーション花火、ありがとうございます。あいうえお七千様、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう、ありがとうね。何カード回収、何カード回収、カード回収の際にすれ違う。だけ無臭だ、タマちゃん臭くないよな、確かに、仕事にならねえって。山田さん
猫さん大丈夫ってね、ポリンちゃん笑う、ゲンちゃん家が臭いから自分に臭くねえよね、変わった笑い方ですねってひろちさん、うん、カート回収のおじさんが匂いとかお客が逃げるのお腹が痛いよ、お腹が。はやとんぼさんナイスポチって、ありがとうございます。臭い、あいうわら、靴が匂いがするんかもしれないってね。今日ね、なんかね、靴ね、穴が開いちゃったんですね。革靴履いてたよ。あ、おいしい。革靴履いてたよ、今日。なんで革靴履いてるのかなと思ったよ。おいしさ、うん、革靴履いてった。革靴やりづらいよね、仕事じゃね。笑いが止まらんってね。そう、笑い止まらねえよね。うろうに2週間履いてなくて、よく人のことを悪く言える。だって私臭くないもん、本当だよ。どんだけ小じきなの、笑うってよ。まだ臭くねえよ、革靴でって。そう、革靴履いてったの出たからさ、この靴どうしたあんた。おじさんさ、いつものが切れちゃったから、これ履いてくんだってよ。革靴履いてったね、のじじい。まだ匂いが漂ってるよ、あの臭さ、うん、豚小屋の匂いがする家だってね。ふけーよしえだ、よしえはフローラルの香りだって。ありがとうにゃんちゃん、ありがとうございますね。フローラルの香りよかったわね、ありがとう。靴の匂いはグランレメディっていう粉をかけると臭さが抜けるよ。いい革靴入って仕事を見てる人かってそうなん、いい革靴入って面白い、あ、面白い、うん、あ、いい匂い。たまちゃんかわいそうって、そうだよね、マスクしてくせえじじじが立ってちゃう、泣いたろう、だから今泣いてないでしょたまちゃんね、今ほら全然気持ちよさそうね、たまちゃん全然気持ちよさ、じじがマスクしてくせえに置いとき泣いたんべ、今泣いてないよ、ほら。ね。全然。ね、こうにしといてやれば、たまちゃん気持ちいいよ。ね。お出かけてるよ。たまちゃん、この前しといてね。ん？この前に。うん、暖房向こう入れれば。ん？暖房。今日は高いじゃないと。そうかい。目が回る。あんまり面白いんで。うん、嫁めったいじゃ、いじるなよ、かわいそうだから。じじいのこと嫌いなんだからよね、じじい大嫌いだから、たまはね、かわいそうだよね、うん、
ね、もうやめてくれ、ね、たまちゃん鼻ふさげ、ね。